フバースデーパーティーの撮影をします。イエーイおめかしして可愛いドレスを着ました。じゃーん、かわいいお姫様だね。本当はスタジオ撮影に行く予定だったんだけど、新型コロナウイルスの影響でね、ちょっとそのスタジオ自体が休業になってしまって、で急遽ね、自宅でこういう感じでよいしょ飾り付けをして撮影をすることになりました。イエーイ、イエーイまあ最初はすごい、あ、大丈夫、ごめんね。最初はすごい頑張って予約も取った、すごい人気のところだったから頑張って予約も取って、すごい大好きなスタジオだったから楽しみにしてたけど、まあ命にもしそこでスタジオ撮影に行って、そういう新型コロナにかかってしまったらと考えたら、まあ、命を守るためにはスタジオの方もあの適切な配慮をしてくださったし、まあ、私たちもね、もしかしたら菌を持っててスタジオの方に移してしまって、それがまた感染してしまうとか、まあ、そういうことを、ね、防ぐためにも今回の決断は正しかったなという感じで、今回はね気を取り直して自宅でこういう感じで撮影を行います。まあ逆を言えば、もうこのあーちゃんオリジナルの飾り付けてか、あーちゃんだけのスタジオがねを作ってあげることができたので、まあこれもね一つの思い出として今回は楽しく撮っていきます。イエーイ、ということでね、こんな感じです。自宅スタジオブースに使ったものとかは基本楽天とかで買いました。あと家にあったものを使ったりっていう感じで、それじゃあね、ちょっとママのポンコツカメラ技術で頑張って撮影するから、可愛い顔よろしくね。はーいよいしょ、それじゃあよいしょよいしょはい、どうぞ。あ、かわいい、はい、おいで思ってたけどね、これはこれがいいと思う。これいただきますバースデーパーティーの一部が終わりました、まあ、ケーキとかは食べられないんで、あの離乳食でケーキ風なアレンジとかをして、またちょっとお祝いできたらなと思います。ちなみに今着てるこのお洋服は私が大好きなハンドメイド作家さんのお洋服で、まあ、私からのねハーフバースデープレゼントということで、これまだサイズが90って言ってね、かなり大きめなんですけど、今はちょっとなんだろう、ロングワンピースみたいな感じで、まあ、成長とともにね、どん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 ジャストサイズになっていくのも楽しみですね。これからも大切に着ましょうね。ということでね、あとパパからもハーフバースデープレゼントを、準備してるみたいで、それをね、じゃパパの方から披露してもらいたいと思います。見て、いこじゃじゃーん、パパからのプレゼントです。呆然としてるじゃあ開封するよ。はい、ということで今パパからのあーちゃんへのハーフバースデープレゼントとしてこちらでーす。じゃーん、何ですかこれは。これはですね、ストライダーという子供用のチャリンコですね。まだ立てもしないんですけどいや、タッチ
する使われたりすることになったら、この土台はね、使えば0歳から使えるらしいんで。そう、マーパパは自転車、ロードバイク、うん、が大好きで、自分はたまに乗ってる、うん、だからね、子供にもね、やらせたいからね。どうですか、あっちゃん、気に入りました？気に入りました？そう、最近なんかすごい立つのが好きで捕まり立ちをしたがるんですけど、うん、まだね、危ないからあんまりさせたくはないんですけど、こんな感じ。大丈夫？ちゃんと支えててね。足は？足ついてる？ちょっと持ってね。いい感じ？この洋服とミスマッチすぎる。あー、かわいい。こうやって木馬みたいになりますからね、これ。立った立った。まだちょっと怖いね。はい、ということでね、まあ、これは今後ね、使えるときに使っていきたいと思います。はいはい、ということでね、生後あっという間にもう半年が経ってしまって経ってしまってっていうか、逆にもうあと半年、あとこの6ヶ月過ごしたら1歳なんだって思うと、本当にもっともっと、別に今までじゃそうじゃなかったんじゃないんですけど、もっともっとね、娘と過ごす時間を大切にしていきたいなって思いました。これからもね、家族3人と、まあ、ポテチもみんなで仲良く楽しく、たくさん思い出を残せていけたらなと思います。はい、ということで、今日はね、ちょっとゆるい感じの動画になりましたが、最後まで見ていただいてありがとうございます。あーちゃん誕生日おめでとう。これからも、大きく成長してねって思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。